アタカマ宇宙論望遠鏡とセロトコ山山頂。外から見えるのは望遠鏡本体を取り巻くカップ状のグラウンドスクリーンであり、本体は見えない。この写真では、まだグラウンドスクリーンが完成していないので望遠鏡本体が見える。アタカマ宇宙論望遠鏡は、地理北部アタカマ砂漠のセロトコ山の山頂近くに建設された6メートル電波望遠鏡である。 宇宙マイクロ波背景放射を研究するため、マイクロ波サーベイにおいて、高い分解能が得られるようにデザインされている。現在のところ、高級的な地上設置望遠鏡としては、最も高い5190メートルの高度に設置されている。2007年の秋に建設され、2007年10月22日に、科学受信機である、ミリミターボロメーターアレイカメラで、 ファーストライトを観測し、2007年12月に最初のシーズンを完了した。第2シーズンは2008年6月から始まっている。このプロジェクトは以下の研究機関の共同事業である。プリンストン大学、ペンシルベニア大学、ゴダード宇宙飛行センター、ブリティッシュコロンビア大学、アメリカ国立標準技術研究所、ポンティフィックルカトリック・ユニバーシティ・オブ・チリ、 ユニバーシティ・オブ・キズラ・ナタル、カーディフ大学、ラトガース大学、ピッツバーグ大学、コロンビア大学、ハバフォード大学、イナオエ、ローレンス・リバモア国立研究所、ジェット推進研究所、トロント大学、ケープタウン大学、マサチューセッツ大学、ニューヨーク私立大学。また、アメリカ国立科学財団から資金供給を受けている。アクトは、 6メートルの主鏡と2メートルの副鏡を持つオフアクシズグレゴリー式望遠鏡である。どちらのミラーも分割式であり、主鏡は71枚、副鏡は11枚のアルミニウム製パネルから構成される。観測中に回転する星野を追尾する他の望遠鏡と異なり、典型的には5度幅の星野のストリップを味じます方向に、 毎秒二度という相対的に速い速度で行きつ戻りつしながら観測する。望遠鏡の回転部分は約32トンの重さがあり、技術的には相当の困難を引き起こした。望遠鏡の周囲に配置されたグランドスクリーンが地表から放射されるマイクロ波による受信信号の汚染を最小限に抑えるようになっている。望遠鏡の設計、製造及び建設は カナダブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーにあるダイナミックストラクチャーズにより行われた。観測は3つの周波数 145GHz、215GHz 及び 280GHz で行われ、分解能は約1分角である。各周波数はそれぞれ 3CMX3cm の1024素子アレイ検出器で測定されるので、検出器の総数は3072個である。 検出器は新技術の超電動転移端センサーであり、その高感度は CMB の温度を数万分の 1K の誤差で測定することを可能にする。この検出器は低温ヘリウム冷却システムによって絶対温度1、3K に保たれている。現在予定されているサーベイでは、アクトは約200平方度の星野の地図作成を行うことになっている。大気中の水蒸気が CMB の測定を汚染するマイクロ波を放射するので、アタカマ砂漠のアンデス山無役中のチャナントール、平原という乾燥した高高度の地局は望遠鏡にとって利益がある。コズミックバックグラウンドイメージャー、オステ望遠鏡、南天、アタコマパスファインダーエクスペリメント及びアタカマ、大型ミリ波サブミリ波干渉系を含む他のいくつかの天文台もこの地域に置かれている。 COBE ブーモラングエクスペリメントダブルマップコズミックバックグラウンドイメージャーその他の実験が行った CMB の測定は我々の宇宙論の知識を特に宇宙の初期の進化について大幅に向上させた。さらに高い分解能での CMB 観測は現在の知識の正確さを向上させるだけではなく新しいタイプの測定を可能とするであろうと期待されている。 アクトの分解能であれば、スニア F ゼルドビッチ効果が顕著になるであろう。この検出方法のすごいところは、赤型変異に無関係に銀河団の質量が測定可能なことである。つまり、極めて遠方の太古の銀河団を近くの銀河団と同様に容易に検出できるということである。アクトが先行オーダーのこのような銀河団を検出することが期待されている。 可視光線と X 線による追跡調査と組み合わせることにより、これはビッグバン以来の宇宙の構造の進化についての構図を与えるであろう。また、他の結果とともに、これはミステリアスなダークエネルギー、南極展望遠鏡も同様の、しかし相方的な科学的目標を持っている。アクト運営チームは CMB の温度分布の統計的な性質に関する、 観測結果を2010年1月にリリースしている。また、分解能多下の点源と精霊子効果によるものと考えて矛盾のない数個の信号を検出している。2011年には初めてのマイクロ波背景放射の重力レンズ効果によるスペクトル密度の検出を行っており、これは WMAP の観測結果と組み合わされて純粋な宇宙背景放射の測定による 暗黒エネルギーの存在証拠を初めて提示することとなった。ただし、実は後になって分かったことであるが、南極展望遠鏡がアクトに先立って公表していた CMB のスペクトル密度は、すでにアクトよりもさらに優位に、純粋な宇宙背景放射の測定による暗黒エネルギーの存在証拠を与えていたのである。直径80センチメートルの装置であるレシーバーラボテレスコープは、 より高い5525メートルに設置されているが、これは移動可能な船舶用コンテナの屋根に固定されているので、高級的なものではない。参照、オブザベーションツインザ 1.3&1.5、THZ アトモスフェリックウィンドウズウィズザレシーバー、ラボテレスコープ、J ファウラー l o オプチカル、デザインオブザ n タコマコスモロ l i テレスコープザ、ミリミターボールアメトリックアレ m カメラ。 アップル、ありがとうございます。